ベルナー・フォン・ブラウンとアラバマ州知事アルバート・ブリューアー。中央がジョン・スパークマン、ジョン・ジャクソン・スパークマンはアラバマ州選出の保守系のアメリカ合衆国の政治家。彼は1946年から1979年までアラバマ州を代表して民主党のアメリカ合衆国下院議員と上院議員を務めた。1952年のアメリカ合衆国大統領選挙では 民主党の副大統領指名候補となった。スパークマンはアラバマ州ハートセル近くの農場で生まれた。田舎の学校に通いながら家族の仕事を手伝っていた。第一次世界大戦中、彼は学生陸軍訓練団体のメンバーだった。1921年にタスカルーサのアラバマ大学を、1923年にその法律学校を卒業した。 1925年に弁護士になり、ハンツビルに開業した。彼は1925年から1928年、ハンツビルカレッジの講師を務めた。スパークマンは民主党員として、1937年1月3日から、彼が辞職する1946年11月5日まで、第75議会とその後の5回の議会に選出されて務めた。 彼は1946年のアメリカ合衆国会員の多数党員内幹事であった。1946年11月5日、彼は第80議会に再選され、同日行われた特別選挙で、1949年1月3日で、任期が終わるジョン・ H ・バンクヘッド2世の死による欠員を埋めるため合衆国上院に選出された。選挙の後、彼は会員を辞職し、 1946年11月6日に上院で任務を始め、1979年1月3日まで務めた。1978年の再選挙で彼は立候補しなかった。1956年、スパークマン上院議員は公共の場での人種統合に反対する文書、サザンマニフェストに署名した19名の南部の上院議員の一人であった。 スパークマンは中小企業特別委員会の議長、就任式準備合同委員会の共同議長、銀行通貨委員会の議長、国防生産合同委員会の共同議長、銀行住宅都市問題委員、外交委員会委員であった。女性医師に軍部の士官への着任を許可した1943年、スパークマン法は彼にちなんで名付けられた。彼は1950年の 第5回国際連合総会にアメリカ代表議員として出席した。彼は1985年にアラバマ州ハンツビルで死亡した。スパークマン上院議員は1924年にアラバマ大学のパイカッパ、アルファ UI 会を設立した。ありがとうございます。